は。こんにちは。高いところが苦手な野田聖子でございます。この高さでも正直ドキドキしています。今日は私が親友だと思っている、本人はそう思ってないかもしれないけれども、愛知二郎さんのために皆様方にぜひともぜひとも応援お願いしたくやってまいりました。顔では笑ってるんですけれども、私野田聖子の胸は潰されそうなんです。ご承知の通り、さまざまなところで世論調査をしています。肝心の愛知二郎が勝ってるという話はどこからも聞こえてこないんです。だからこの折り返しの今日、ぜひとも国会のたくさんの愛知二郎の友達の一人として、皆様方に本当に高いところからですけれども、愛知二郎を落とさないでほしい、そして引き続きこれまで通り、これまで以上にここにいる皆さんと宮城のために頑張ってもらいたい、そういう思いを伝えたくてやってまいりました。素晴らしい、ありがとうございます。なぜ二郎さんがこの選挙で苦戦しているのか、いつも一緒にいる私には理解できません。考えられるとするならば、愛知二郎は自民党の国会議員としては珍しく出しゃばりじゃありません。大衆迎合でもありません。そしてお世辞の一つも上手に言えない、そんな愚直な男性だと思います。私も県議会議員から始めてこの政治の仕事を34年目です。多くの議員をバッジをつけた人たちを見てきましたが、必ずしも人格が票につながるとは思わないこともままありました。でも私はね、愛知二郎さんと出会って、もう自民党もいろんな問題抱えてます。さまざまなスキャンダルもあります。失言もあります。そんな中で、人としての良識を持ち、そしてここにいる皆さんと同じ思いで、これからの子供たちに思いを馳せている。そんな男は自民党にいないんです。だからこそ、この6年間、活動が地味で、そして皆様方のそばに機会も少なかったかもしれない。でもその分6年間しっかりと宮城県を代表する国会議員としてさまざまな政策に取り組み、政策を実現し、そしてここにいる皆さん一人一人の暮らしのために汗をかいてきたということを、ぜひとも私親友だと思っている野田聖子の口からお伝えしたく出かけてきた次第であります。私はね、ちょうど皆さんが大変ご苦労されたあの東日本の震災の発災した年に子供を授かりました。仕事をしながら子供を育ていく、そしてちょこっと障害もあるもんですから、人様よりは難儀をする子育てであります。でも私はもっともっと世の中を子どもたちのために明るいものにしていきたいと思って、果敢にもこの2回総裁選にチャレンジしたんです。空ダメでございましたよ。でもそんな中で多くの男性議員が私を横目でやり過ごし、バカじゃねえかという顔をする中、愛知二郎さんだけは友人の一人として私の活動をしっかりと見守って、そして私が心折れそうになった時は温かい言葉で支えてくれました。少子化ですよ。去年1年で44万近く人口減少しています。まあ、仙台はでっかい町だからわからないかもしれませんが、私が国会議員として
選んでいただいている岐阜県岐阜市、岐阜県の県庁所在地ですが、その人口が40万ちょっとです。つまり1年に1つずつ県庁所在地の都市を失っているのがこの国の厳しい現実なんです。選挙前に年金の話等々もありました。でも私たちが目を背けてはならないのは誰のせいでもないんです。ただみんながスルーをしてしまったこの少子化の問題が、思いのほか男性にとっても女性にとっても都市にとっても地方にとってもこれから暗淡たる思いにならざるを得ない厳しい国難になっているということを私たちは今突きつけられているんです。私は皆さんの8歳になった厳しい年に息子を授かり、ちょうど8歳の日、息子はある大学病院の NICU 救命救急の保育器の中にいました。24時間の人工呼吸器をしていました。停電で人工呼吸器が止まれば即座に命を落とすというような状況の中で、幸いですね、幸い病院の備蓄されている蓄電によって生かされている息子です。私はまだまだ東日本、ここ仙台含めて復興したとは言えません。これからも一生懸命頑張っていかなきゃならない。その中でこれまでも皆さんと一緒に歩んできた愛知二郎さんが、正直申し上げて東北以外の人たちがどれほどあの当時ほど皆さんに思いを寄せているかというと、非常に厳しい状態があるわけです。だからこそあの時ここにいて一緒に苦しんだ愛知二郎がしっかりと継続してこれからの子どもたちのためにより良いものを残す、そういう地元の議員として頑張り抜かねばなりません。私はちょうど50歳の時に息子と出会いました。くしくも愛知二郎さんも50歳にして父親になりました。私たちは一生懸命政治も選挙も頑張ったけど、やっぱり当事者意識の中で少子化、子供を育てること、そして子供と生きていくことに実感がなかったかもしれません。私は二郎さんよりも8年お先に経験させていただきました。大臣になることも大事、さまざまなポストを取ることも大事、でも何よりも大事なのは自分の子であれ他人の子であれ心を込めていく、を育てていける大人になっていくことが大事だということを改めて痛感いたしました。私と野田聖子と愛知二郎さんはこれからも必ず二人三脚でここにいる皆さんの幸せ、そして皆さんがいつもいつも案じている皆さんの家族の幸せ、そんな気持ちを共有し、時には泣き、時には怒り、そして時には笑顔で肩を叩き合えるような仲間として頑張り抜くことをお伝え申し上げます。ですからどうかこの戦を負けにしないでください。しっかりと私たちがこれからの宮城のため、ここにいらっしゃる一人一人の皆さんが背負っている辛いかもしれない暮らしや楽しい人生がより良いものになるように、虫の目を持って頑張っていくことをお伝え、そしてお誓い申し上げる次第です。今日はここで慰霊区で頑張っている和田さんもいます。あんま喋ったことないこれからは愛知二郎さんのご縁もあるから、しっかり和田さんとも若いから頑張っていただきたいと思うけれども、ぜひこの間和田さんに入れた人も、今和田さんは愛知さんのチームなんです。ぜひともそのことを再度ご理解いただきまして、自民党が完璧とは言いません。まだまだ直さなきゃいけない、悪いところもたくさんある、古臭い考えもある、そして女性や障害を持つ人や様々な人たちに対する偏見差別もないとは言えない。
そういうものを私たちは壊していきたい。そのためにもぜひ一緒に頑張ってきた、少なくとも私野田聖子、女性をしっかりと支え守ってくれた盟友の愛知二郎さんが、この地から再度国会に来ていただきますことを心よりお願い申し上げます。本当は1時間ぐらい喋りたいんだけどダメだと思うのでここでやめますが、折り返しです。まだまだ頑張れます。どうか皆さんの愛知二郎、くれぐれもよろしくお願いいたします。今日は綺麗に和田さんも来ている、そして先ほどは公明党の雄党の議員の人も来てくれました。とにかく今の仲間たちでしっかりと歩んでいきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。素晴らしい。